こんにちは。埼玉県本庄市の新幹線の停車駅、本庄早稲田駅に来ています。本庄市は埼玉県北西部に位置する人口約7万8000人の都市であります。この駅は地元西岸駅であり、全額地元負担が条件であったため、埼玉県や本庄市および周辺の自治体からの公費と並んで、早稲田大学や地元の方々の寄付など多くの方の努力の積み重ねにより、2004年に念願であった開業に至ったとのことです。その本庄にはどんな美味しいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんに本庄での美味しいお店を2店教えてもらい、ベスト3を回ってみようと思います。さあ、本庄にはどんな美味しいお店があるのでしょうか。タクシーの運転手さん、ご協力をありがとうございました。今回は町の中心である本庄駅でもインタビューをしてみようと思います。それではインタビュースタート。ロクロっていうんだけどね、ロクロ、スパゲティとかあるよね。あとケーキ屋はね、結構ね、はい、早稲田にあるんだけどね。そうね、ここですか、ね、ラ・ベルネージュ、結構人気あるんですよね。タンキー中華、中華です、ね、ラーメンは一通りいろんな種類があるんで、あ、何種類か食べたんですけど、あと生姜入りのチャーハンみたいなのもね、結構美味しかったりします。町中華だったとミラクさんとか、ここはね、ラーメンかな。石井のたい焼きっていうお店です。昔からやってます。昔から、はい、昔ながらのたい焼き。だからやるんだったら琥珀屋かな。知名度のある人が行くんだから、みんなそこは最高だよ。うなぎ、あ、うなぎ、うん、大国、大国ですか。え、うまいですか。うん、やっぱうまいですね。うどんでは、六助さん、六助さんのうどんがやっぱり同じ値段だったら量があって美味しいと思います。そばなんかは昔はもっと量があったんだよっては言ってました。まあ評判はいいということですね。そうですね。あ、一徹、一徹、うん、食堂で、うん、ラーメンでもカレーでもニラレバでもすごい美味しいよ。焼肉屋で焼肉飯店結構なんか美味しいって聞くんですよ。串の関根さんっていうのはところが美味しいですよ。あと三高通りにあるみさぼ酒場さんっていうところも評判いいですね。親父さんが割烹で、息子さんがイタリアンで、はい、なんか混合でやってるみたいですよ。一貫炉、一の一貫炉、タンメンがうまいかな。タンメン、そこに武蔵野うどん店があるんだけど、本庄児玉インターから左行って、また地方電通信号を左行くとね、右側に武蔵野うどんっていうのはお昼時しかやってないんですよ。この辺だったらそこの徳島庵が結構人気あります。そばもあれば定食物もあれば、南川のまんじゅうさんとかは結構ね、まんじゅうさんだと、あとね、焼肉定食がいいかもしれない。あのモンキー食堂ぐらいだね、銀座の混んでる。昔ながらの定食屋だよ。なんか親父さんが猿年なんでモンキー食堂すんだって。では3番目に得票の多かったお店に本庄駅から向かいます。左側に見えました。3番目に得票の多かったお店はラ・ベルネージュ。
では2番目に得票の多かったお店に市役所前から向かいます。右側に見えました。2番目に得票の多かったお店は六助うどん。本庄にはちょっと変わったご当地グルメがあるみたいです。気になってしょうがありません。どうぞお付き合いください。右側になります。本庄で生まれた B 級グルメナピラを提供するエトセトラさんに到着です。
本庄にはキュウリとコラボしたどら焼きがあるんです。お待たせしました。では一番得票の多かったお店はどこだったのでしょうか。駅の南側で、はい、今バンリューさんに中華店バンリューですかね。バンリューバンリューさんとかは、ね、ということでバンリューさんに駅北口から向かいます。前方左側に見えてきました。一番得票の多かったお店は万流。
本庄市は中山道最大の宿場町として栄え、明治時代には本庄に線としてはどうかと議論も起こるほど繁栄していました。近年では自然環境や交通の便に恵まれていることもあってか、住みよさランキング2024において埼玉県で第2位にランクされており、環境の良さを知ることができます。また今回は紹介できなかった小玉千本桜、骨旗の富士など自然を楽しめるところも多く、来年の春にはぜひ楽しみに来たいと思います。自然が多く、美味しいグルメも多く、住みよい町本庄での美味しい食事をごちそうさまでした。